アルフレッド・プレソントン。アルフレッド・プレソントン。A. アルフレート・プレザントン。1824年7月7日から1897年2月17日はアメリカ陸軍の職業軍人であり、南北戦争では北軍騎兵隊の将軍だった。ゲティスバーグ方面作戦の時に騎兵軍団を指揮し、この戦争では最大の騎兵が大半の戦闘である。 ブランディステーションの戦いを指揮した。1864年、ミシシッピ川流域戦線に転任となり、南軍のスターリング・プライス将軍の騎兵隊を二つの、用となる戦闘で破り、実質的に、ミズーリ州における戦争を終わらせた。アメリカ合衆国財務監査官を務めたスティーブン・プレソントンの息子である。プレソントンは、ワシントン DC で、 スティーブン・プレソントンとメアリー・ホープキンス・プレソントン、夫妻の息子として生まれた。スティーブン・プレソントンはアルフレッドが生まれた時有名な存在だった。米英戦争でイギリス軍がワシントンに侵入した時、アメリカ合衆国国務省のコインとして、国立公文書館にあったアリカ独立宣言や、アメリカ合衆国憲法など重要な文書を独創性を発揮して、破壊から面出せることができた。 しかし、財務省の職員の時、政府の東大建設契約に絡む汚職を含む1830年代のスキャンダに巻き込まれた。これらの東大は、標準以下の施行が行われ、通常より早く劣化が進んだことが分かった。スティーブンは、連邦議会に調査され、タイだと、不正と決めつけられて1852年に解雇され、一家の評判に暗い影を投げた。 アメリカ東大の管理は9人の委員による東大局に移され、それには皮肉なことにアルフレッドの南北戦争での上官ジョージミードが含まれていた。アルフレッドよりかなり年上の兄オーガスタスは陸軍主管学校を卒業し、総務局長補とペンシルベニア州の給与支払い担当者を務めた。その経歴が明らかにアルフレッドに影響し、兄弟ともに 米英戦争での父の名声のおかげで、士官学校入学指名を勝ち得た。アルフレッドは、ウェストポイントの士官学校を1844年に卒業し、第一アメリカ隆騎兵隊、重装騎兵の将位に任官され、最初はアイオワ州アトキンソン砦に駐屯した。プレソントンは、その配属部隊と共に、ミネソタ州、アイオワ州及びテキサス州で、 変境任務に就いた。1846年、プレソントンは、第二竜気兵隊と共に、米北戦争で戦い、テキサス州のパロアルトの戦いとレサカデラ・パルマの戦いにおける勇敢で、大尉に名誉昇進した。戦後プレソントンは、連隊副官を務め前855年に大尉に昇進した。1861年に南北戦争が始まった時、 プレソントン大位は、第二流気兵隊と共に、ユタ順州のクリッテンデントリデからワシントン DC まで、動いた。プレソントンは、積極的に政治工作を行い、その時は、不明瞭なことになっていた父、1855年に死去、の衰えた政界との結びつきも利用しようとしたが、その仲間の急速な昇進とは裏腹にやっと1862年、初めに少佐に昇進しただけだった。 半島方面作戦では、かもなく、不可もなく、務め、ついに7月16日に順調に昇進し、ポットマック軍で、騎兵旅団を指揮することになった。9月2日のアンティータムの戦いで、プレソントンは、騎兵師団の指揮を取り、砲弾で負傷した。待望を抱くプレソントンは、その行動で、志願兵の少々に昇進できなかったので不満であり、 彼に割り当てられた手段及び特に騎馬砲兵隊が戦闘の決定的な役割を演じたと虚偽の主張をしたプレソントンは正規軍の中佐への名誉昇進を果たしたがおそらくはその戦闘報告書で誇張された主張に基づいており他の将軍たちの報告では実証されていなかったチャンセラーズビルの戦いでは自己宣伝の行動を続けた 1863年5月2日に一時的にストーンウォール・ジャクソン軍団による攻撃を止め、北軍第11軍団の全滅を防ぐことができたと主張し、プレソントンは十分な説得力があったので、ポトマック軍指揮官、ジョセフ・フッカー少将は、エイブラハム・リンカーン大統領に、プレソントンがチャンセラーズ・ビルで北軍を救った、と告げた。しかし戦闘報告書では、 プレソントンの役割は主張しているよりも重要ではなく、ヘーゼルグラブで小規模の南軍不評分献隊と戦っただけであることを示していた。それでも、この主張で6月22日に志願兵の少将,将への昇進を果たし、無能な騎兵軍団長、ジョージ・ストーンマン少将,将がチャンセラーズビルの後で解任されたとき、フカーはプレソントンを一時的なその代役に指名した。 プレソントンはこの高い任務を潔く受けることはできなかった。フッカー将軍に宛てて私は不満足な状態について無言のままでおられずこの軍団はその現在の状態の責任は私のものではないと書き送った。プレソントンのその新しい役割での最初の戦闘は一ヶ月後のゲティスバーグ方面作戦だった。 この戦争では最大の騎兵が大半の戦闘であるブランディステーションの戦いで北軍騎兵隊を率いた。北軍騎兵隊が JEB スチュアートの南軍騎兵隊に遭遇し14時間に及ぶ戦闘は流血が多かったが引き分けに終わった。ただしスチュアートは吸収を受けて孫ついており北軍の騎兵はその能力について新たな自信を得た。部下の士官たちは ブランディステーションで攻撃的にスチュアート隊を破らなかったと言ってプレソントンを批判した。フッカー将軍はバージニア州カルペパー付近で南軍機兵隊を追い払い破壊しろと命令していたがプレソントンはカルペパーに向けて威力偵察を行うよう命令されただけだと主張しその行動を正当化した。ゲティスバーグ方面作戦のクライマックスに向かう。 残り期間、プレソントンは、有能な騎兵士機関としての仕事ができず、外してその上官に敵軍がどこにいて何をしようとしているか報告することも来なかった。ロバート・イーリー将軍の北バージニア軍は、シェナンドー渓谷を通って、北軍を出し抜き、北のペンシルベニア州に入った。この期間、プレソントンはその参謀の一人で、連邦議会議員の息子である、 エロン・ジェイ・ハーン・ワース隊を直接順調に昇進させることで政治的影響力を行使しようとした。プレソントンはウェズリー・メリット隊とジョージア・アームストロング・カスター中尉も順調に昇進させた。プレソントンは連邦議会議員と交信して J.E.B. スチュアート隊に比較して兵士も馬も不足していると苦情を言った。またワシントン防衛の騎兵隊を指揮していた。 ジュリアス・スター・ヘル少将騎兵隊を獲得するための政治工作も言った。この工作はうまくいった。スター・ヘルは指揮官から解任され、その騎兵はプレソントンの下につけられた。フッカーはこれらの行動に起こったが、6月28日にフッカー自身が指揮官を解任されたことで、プレソントンの軍歴が早く停止することはなくなった。ゲティスバーグの戦いでは、 オトマック軍の新しい指揮官、ジョージ・ミード少将が、プレソントン、及びその父の評判を実質しており、プレソントンの活動を厳しく制限した。戦闘が行われた3日間、プレソントンは、騎兵軍団の作戦本部ではなく、軍の作戦本部で、ミードの近くに残され、ミードが、他の軍指揮官が通常やるよりも直接に、騎兵隊の指揮に関わった。プレソントンは、 戦後に書いたものの中で、ミードにゲティスバーグの街が決定的な地点になると予告したことや、ピケットの突撃で南軍が敗れた後、リー・軍に攻撃して決着をつけてしまうことをミードに進言したことなど、この戦闘における自分の役割を重要なものとして描こうとしていた。プレソントンは、この主張を都合よく、ミードが死んで論争ができない時に行った。しかし、 一方で、プレソントンは7月3日の不運な騎兵戦については、非難されなかった。これはミードが、ジャドソン・キルパトリック巡将の手段に、南軍の右側面への攻撃を命じたものであり、残豪に入った南軍不評に対する自殺的攻撃となり、エロン・ハーン・ワースの無益な死につながった。プレソントンは1864年に、ミシシッピ川流域戦線に転属となり、 ミズーリ州中央地区軍とセントルイス地区軍を指揮した。ウェストポート、バイラムズフォード及びメルダ人員で、南軍のスターング・プライス将軍を破り、西部における最後の南軍による脅威、プライスの襲撃を終わらせた。1865年3月13日、ミズーリ州における作戦行動で正規軍の順将に名誉昇進し、 戦争全体の功績で少々に名誉昇進した。戦後、プレソントンは、正規軍の名誉少将という名誉階級を持っていたが、騎兵の高級的少佐という階級で、志願兵任務から除退した。騎兵隊から去りたいとは思わなかったので不評の中佐という提案を辞退し、間もなく、先を越された士官たちとの指揮系統における関係に、不満を抱くようになった。 1868年に陸軍から退役し、1888年には、少佐として退役兵リストに乗った。文民として、内国税収入の合衆国徴収官を務め、ユリシーズ・グラント大統領の時に内国歳入長官となったが、所得税の撤廃について議会に働きかけ、財務省の上司と喧嘩した後で、アメリカ合衆国内国歳入長から辞任を、 求められた。プレソントンは辞任を拒否したので解雇された。その後短期間、テレフォート新シシナテ鉄道の社長を務めた。1895年、彫刻家、ジェームズ・エドワード・ケリーからインタビューを受けたとき、プレソントンは南北戦争中にポトマック軍指揮官就任の打診があったと主張した。その後ジェームズ・カイウェド将軍とのインタビューでは、 この打診が、ゲティスバーグの後のいずれかの時点で、ワシントンにおける会合であったと示唆した。プレソントンはケリーに、グラントのようなものではなかった。私は代償を払う、人が嫌がる任務に就くことを拒否したと告げた。プレソントンは就任の条件が、戦争は、南部が潰れるまで終わらせてはならないこと、奴隷制を廃止すること、及び大統領が再選されることとなっていたと述べた。 プレソントンは特定イデオロギーの信奉者であるとか、強い指導者であるよりも常に官僚であったので、南軍が他の州を脅かすことができなくなるまで、その軍事能力を打ち破ることを欲したが、反乱軍を潰すこと、奴隷制を終わらせること、及びリンカーンを再戦させることが任務につくほどの値があることだとは思えなかった。プレソントンは1897年に、 ワシントン DC で睡眠中に死に、そこの連邦議会墓地に父と共に埋葬されている。死ぬ前にその葬儀は、軍葬の礼にはしないよう求め、陸軍が戦後自分をないがしろにしたと感じていたので、軍葬をつけて埋葬されることを拒否すらした。カリフォルニア州プレザントンは1850年代に、プレソントンにちなんで名付けられた。 アメリカ合衆国郵便公社従業員による印刷ミスで綴りが違ったままになった。カンザス州プレザントンはその綴り違いにもかかわらず、プレソントンにちなむ毎年の祭りを始めた。ケティスバーグ戦場跡の巨大なペンシルベニア州記念碑には、プレソントン将軍の彫像が立っている。しかし、これはアルフレッド・プレソントンの兄、ペンシルベニア州生まれで戦闘の時に、 ペンシルベニア民兵隊の将軍だったオーガスタスの像のようである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。